申します、今回ノートのテーマで13項目ぐらいどうすればいいかがあると思うんですが、ちょっと手で書くのが大変なので、これもこうやって動画を撮っていこうかなと思っています。聞こえるかな、大丈夫かな。まず1として人生逆算しようっていうことなんですけれども、例えば女性にはどうしても出産ができる期間っていうのが決められているかと思うんです。やっぱりこう生理がなくなっちゃったらできない。その場合いくつぐらいまでにこうなりたいっていうのがないと、例えば今50歳で子供を産もうと思ったら産めるとは思うんですけれども簡単ではないので、私の例を挙げるとちょっともう本当に才能が素晴らしい精神を病んだアーティストが恋に落ちて、それがもう20代研修終わった頃なので24、5ぐらいですかね、5、6。でももしこれを続けにしてもやっぱり30ちょいぐらいまでにしようとはずっと思っていて、その理由は私は人生をする時のパートナーも欲しいなと思ったのと、その当時はやっぱり子供を欲しいなと思っていたので、それ以上先に伸ばすとずるずる才能に惚れ込んで40とかまで行っちゃうと後からこう自分が後悔しそうっていうのがありました。なので逆算をしてそれまで20代から30代前半までであれば、まあ、才能に惚れ込んでとことん、もうこの人のためだけにっていうのに付き合ってもいいなっていうのがあったので、そういう意味で人生を逆算しています。次、実年齢ではなく精神年齢を見ようなんですけれども、実際の年齢って実はあんまり関係なくて、マチュアっていう精神的に成熟したっていう意味の英語をよく使うんですが、マチュアな人は別にそれが年下10歳下でもマチュアだし、20歳上でもマチュアじゃない人はマチュアじゃない、精神的に成熟していない、全てじゃなかったとしても全体的に。でなった時に何を見るかって言ったら、その生理的な年齢ではなくてその人の精神年齢を見ないとあまり意味がないなっていうのはあります。だから年齢でカテゴライズをしてしまう男性とかもいるんですけれども、ちょっともったいないな、ちょっとこう、まあ、それだけでこうシャットダウンしちゃう人が出てくるのはもったいないっていう観点があるので、もし恋愛をするとかそういうのがあるのであれば精神年齢を、内面の年齢を見ましょう。実年齢はあんまり関係ないです。次に、そう、自分のマーケットを知ろうなんです、例えばすごい綺麗と海外で呼ばれる、例えばその中国で呼ばれる、アメリカで呼ばれる、フランスで呼ばれる、アラスカで呼ばれる、日本で呼ばれるって、綺麗な好みとか好まれる女性が全然違うんです。日本だと可愛らしい、自分よりもこういろいろ精神的にも年齢的にも能力的にも下でついてきてくれる子っていうのを好む男性が多いと言われてるんですけども、フランスとかアメリカとかだと真逆なんです。自分よりもむしろ仕事ができて稼げてついてらっしゃいよっていうぐらいの女性、強い女性がモテる、そういうのが、例えば日本の国内でもなんていうのかな、会社をやられている社長系の人にモテる人と、そうではなくてクリエーション系の人、クリエイター系の人にモテる人、あとは学者系の人に人気がある人っていうのも変わってくるんです。なので自分のマーケットはどこにあるのか、自分はどこだと人気が出やすいのかっていうのも、一度考えてみたら、考えた方がいいと思います。